シフトおるやん。すげえこの時間に満員になってたわ。総合不動産の木村事務所。何じゃこの店。すごいな。この時間でも満席やった。え、まだ何時今？6時半やんな。6時半で満席。しかも木曜日やぞまだ。金曜日週末やったらわからんでもないけど。木曜日のこの時間でもう満席の焼肉屋すごいな。なんかテレビ出たみたいやな、あれ。焼肉おかわり、おかわり、うん、鶴橋のね、鶴橋本通り商店街、焼肉おかわりさん満席でございます。俺まで宣伝しとるやないか。あ、ここはね、ちょっとね、あれじゃないですかね、もう6時で閉まっちゃったんじゃないですかね、コリアンタウンの方も6時でもうガラガラガラってシャッター閉まってたから。あ、でもここ貸し店舗あるな。吉田商店さん辞めちゃったんや。貸し店舗家賃いくらなんやろ。もうここはあれですよ、鶴下の駅の真下のね、鶴橋の駅の真下の商店街の、こちゃ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 のとこですよ。こちゃ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 のとこ、もう大変なとこ、もう車で入られへんと。この道路どう見ても車の幅あんねんけど、車では絶対に入ってこれないところ。ここ車やっぱここあれなのかな、進入禁止なのかな。喫茶店なのに靴下売ってたりとかする、不思議よね。喫茶店なのに5足1000円で靴下売ってたりするよう分かれへん、この辺の商売の仕方が。俺ね、レクサスなんだけど、この傷だらけになるわ、レクサスボロボロになるわ、こんなもん。まあ今日はレクサス1号で来てるけどね、あのレクサス2号でこんなとこ来たらもう車ボロボロになるから。水槽はあるけど空っぽやで水槽はあるけど空っぽやで。これが通橋の、駅の下の商店街です。もう戦後みたいでしょ、ここだけなんかまだいまだに昭和の戦後みたいでしょ。そんなことないですか、戦後みたいな雰囲気しません。ちょっと服装が可愛かったんでわざと曲がってみたんですけど、顔はそうでもなかった。でも体は小柄で可愛かったな。いや、それは全部しまっとるからね、しまっとるからそう見えちゃうけど、開いてたらね、こんな人の人はもうケケケケ言ってる、もううるさいよ。真っ昼間来たらもう大変よこれ。うるそうってうるそうって。すごいよな、でもちゃんと6時になったら閉めようねんな。ちゃ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 っと閉めて、ちゃちゃっと帰んねんよな。でも6時まででよう、その、なんていうの、経済を回せるところはすごいよね。こう見て、この商店街の店の数の多さ。見える？ね、これこっちだけちゃうからね、こっちもあるからね。反対側にもあってやからね。うん、まあ今閉まってるからあれやけど。でもこの道の真ん中にもこんなのダーン出した、もう車通れへんの分かってるからね、道の真ん中にボーン置いててね、チャリンコ回るの止まっとるけど、車で入ってきたら絶対終わりよな。車で入ってきたらもう通り抜けできへんやん、絶対に 100% できへんやん。軽自動車でも通り抜けできへんやん。これ夜中でもこれあれちゃうか、車入られへん。あ、環流ショップさんまだお客さん入ってる、すごいな、儲かんな、儲かりまんな、すごいな、お客さんいっぱいやん。どこもかしこも韓流ショップだけはどこもかしこもお客さんいっぱいだわ。若い姉ちゃんらがもうお金持って体売った金でグッズ買いに来んねんこいつらは。自分の体売った金でグッズ買いに来てくれるのもうありがたくてしゃあないやろ。涙ちょちょ切れるやろ、まあ、そうやってそうやってね、日本の経済は回ってるわけですよ、ね、女子中高生がね、援交して売春した金をね、この韓流ショップでね、
グッズをね買いに来るわけですよ。それがエミタンかどうかは僕には分からないけどそれどういうことなのかちょっとあんまり理解できないけど、まあ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 近からず遠からずみたいな、ね、ああこれは鶴橋の駅です。鶴橋の駅いつも大体僕この辺車で通り過ぎるだけなんだけど、ちょっと暇やし、ここまで来たからちょっと一瞬だけ事務所行こうかな。事務所行ってみようかな。チャリンコで行けるもんかどうか行ってみようかな。チャリンコで事務所まで行けるかどうかやってみよう。自分の事務所チャリンコで行くとか、うん、駐車場代の1200円浮いていいよね、うん、毎日1200円駐車場代払うのに比べたら、うん、余裕かな。まあここまで来たらいけるけど、ここまで来るのに結構時間かかったからな。まあまあまっすぐ来たら、あまあまあそう30分ぐらいかな。だからチャリンコで事務所まで40分。まあ現地は買うてもいいけどね。あかまたそんな楽しよう思ったらな、またあの太ってまうから。何キロぐらい？15キロぐらいかな。え15キロ？そんなにない？10キロぐらい？車で20分ってことは10キロぐらいか。10キロぐらいしかないかもしれん。2キロで5分かかる計算やったら、うん、そんなもん。マジで10キロとかしんどいんだけど。じゃあもうケツ痛いね、ケツが今日だって昼の3時からずっとチャリンコ漕いでんねん俺。いや途中あの上司に行ったり高難行ったりはしたけど、それ以外ずっとチャリンコ漕いでんねんけど、あまあ、あの公園で花見をしたけどさ。今日の内容濃くない？今日俺内容濃くない？内容濃いやろ今日は。今日一日オフやったからだいぶ配信にオフあの時間使ったけどだいぶ内容濃いやろ今日。こんなに配信に時間使ってんのにな。閲覧は増えへんわ、アイテムは飛べへんわ、ほんまどういうこと？なんで？なんでって言いたなるわほんまに。ちょこのまま谷急までチャリンコで行って、チャリンコでデリヘル呼ぼうかな。じゃもうそうやったら難波中の待ち合わせ行ったらええやん、チャリンコで。でもあの服装はニートの服装やけど、カバンだけは仕事カバンやから、この人何屋さんなんやろうと思うよな、お姉ちゃんからしたら。でもお姉ちゃんからしたらお金払ってくれたらそんなどうでもいい話やんか。今日今2万円払ってくれるかどうかの差やから、お姉ちゃんからしたら。そんなもん田舎のやつなんか1万3000円とか1万1000円で喜んでねえな。そのうち女子給7000円とか6000円やな。しんどい。よいしょ。中通っていこうかな。えこれ谷急やろ。俺の事務所ってどこやったっけ。長堀か。ってことはこれ千日前通りやから、長堀通りまで上がった方がいいのか。これスマホの画面通してみたらまた外ちょっと明るく見えてるけど、実際真っ暗よマジで。うわあそこも坂やな。あの道坂は坂からは逃げ切られへんか。どっかの坂は上がらんとあかん運命なんやな俺。しんどい。画質悪い？あもう暗いからやな。っていうかもう、これやっぱママチャリやかきついんかなこれ。変速機能ついてへんしな、このチャリンコ。マジでもうきついんだけど。うわ、これも坂やな。こっち左行ってちょっと強烈な坂やったから、ちょっとこっちから行くわ。ちょっと強烈な坂はちょっと避けたい。よいしょ。もう太ももパンパンや。ちょ太もも切れそうマジで。あかんってこれ以上超えたらちょっと太もも切れる。ちょっと休憩や。やばい。なるほどな、その手があったな。降りて押すっていうことは思いつけへんかった。
今平坦のとこ走るだけでも結構きついねんけど、レクサス LS460、 ケツ痛いわ。坂道からちょっと降りよう、歩くわ。でも歩いたらだいぶ時間ロスしそうやけどな、一箱ぐらい歩きそうな気すんねんけど、まあええか。こっち並みに天王寺区ですよ。やばい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 、創価学会やってるわ、創価学会やってるわ今日。マジか、今日創価学会なんかあった日なの。上昇関西青年会館、そんなんあんねん。メガハダッス。ちなみにここ右手がね、創価学会の上層関西青年会館っていうやつがあるんだけど、なんかやってたんかな今日、なんかやってたんかな、青年部がなんかやってたんかな、青年部のコーラなんかやってたんかな。絡まればせえへん、絡まれたって、だって俺入ってるからさ、どこどこ支部やけどっつったらそれで終わりや、どこどこ支部の総年部やけどっつったらそれ終わりやから、 あそうでしたかって言われるだけ、じゃあ君たちも頑張って新人するようにって偉そうに言ってね。どう考えても俺の方が歴浅いやろに、いまだにお経読まれへんねんけどね、よう言わんねんけど。そうそう、お付き合いで入ってね、早もう1年半になりますけど、いまだかつて僕はお経が読めません。1年半で済むんかな、もっとなるのかな、わからん、もっとなるかも、2年ぐらいなるのかな、もういつ入ったかも覚えてないわ、興味もないし、そんな気持ち次第やん自分のね、入ってたから死なずにこの何年間か過ごせましたって受け止めるやつもおれば、入ったけどこの2年数年間何も言うことなかったわって思うやつも、ああおかえりしゅんちゃん、どうでしたか初勤務は、みんな心配してたよ。みんなしゅんちゃんおれへん、しゅんちゃんおれへんって。どんだけうちの枠で人気も有名人やねん君みたいな。みんなしゅんちゃんどうしたん、しゅんちゃんしゅんちゃんおれへんの、今日仕事行ってるよ君らと違って。君らだけやで一日中ニートで引きこもってこんなクソ枠見てんの。しゅんちゃんはちゃんと何気づいたから仕事行ってるよ。まあまあまあ、嫌ならいつでもやめりゃいいし。マジでか、そういう感じ、ほんまもの正社員やんじゃん。マジか、バイトじゃなかったんや、バイトとか派遣か思ったら、まあそれはそれでよかったんじゃない、まあ10日間はお遊びみたいなもんだから、まあまあ遊びではないけどさ、まあ真面目に話したら聞いとけばいいし、まあ何かをやらされたとかそんな責任とかまだないやろうから、でやってみて嫌やったら別にやめたらいいねん。もう絶対耐えられへんわこんなん、マジか。そういう意味、店長まだいらないわうち。そうそう、いやまあそれぐらいの気持ちでね、いやそもそも辞めるために行くんじゃないけどもね、心底嫌だったら辞めたらいいんやし、そう思って気楽に行った方がいいよ。もう俺にはこれしかないって思う必要なんてない、さらさらないんだからさ、いくらでも仕事はあるんやし。でもせっかく入れてもらったとこやから、そこが居心地が良ければね、まあ、そこにずっとおったらええことやし。俺なんか世間が居心地良すぎて、見てこの自由すぎるの。もう自由すぎて、もう自分が社長で自分が代表だからいつも自由すぎて、自分がルールブックやからな。でもいくらね一人でやってても、ね、仕事は全てが一人でやってるわけじゃないからね。
な仕事はないけどもやな。そんな仕事は存在しないけども、うちには特に。ね。まあ、出会いもあれば別れもあるのよ。ね。大きい括りで言えば、その中のたった一つのこと。そう思えば気も楽でしょ。これだいぶ坂登り切ったとこじゃん。ここからもう平坦やぞ。よし、ここから。よし、チェーンコ上げるぞ。遠い。長堀ってうちからこんな遠かったっけ？いつも車でなんかアクセル踏んでピュピュンってちょっと一曲歌いながらふんふんって言ったら、あ、もう着いちゃったの距離やったのに。ライト？ライト、ライトつけなあかんやん、チャリンコ。ね、チャリンコはライトつけとかなダメですよ。ね、聞いてますよ、ちゃんと。ね、ふんふんって重たいのはね、ライトのせいだからね。っていうことにしとかないとね。それもまた同行法やられちゃうから。引かれる？引かれはしない。これもう下りばっかりやけど、下ってええんかな。なんか一気に下ってもたらもったいない気がするから。うわ、あのチャリンコ信号無視できよった。あのチャリンコ信号無視できよった。俺配信してるから信号無視できへんのに、あのチャリンコ信号無視できやがった。くそ。俺は配信してるからちゃんと信号守るけど、いや配信しなくても信号守りますよ僕は、ね、僕はもう何でももうね、順法精神。ああ涼しい。ああ気持ちいい。下り気持ちいい。下りのチャリンコ気持ちいいぞ。下りは気持ちいいぞ。ふう、いいね。いつかやる思った。うわ、これ動いてる？動いてる？ちょっと今スマホが飛んじゃってんけど。大丈夫やと思うんだけど。動いてんのかな。まあ、しゃあないな。先を急ぐ。先を急ぐしかないな。たけちゃんおはよう。これ動いてる？動いてる？今さ、スタンドからスマホがポーン飛んでったわ。いつか飛ぶやろうな思ったけど、まさかこんなとこで飛ぶ思えんかったか。ポーンポーンポーンスパポーン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 って飛んでったわ。バカテンポみたいな形で飛んでったわ。あれ、また画面おかしなってる。なんか画面おかしなってる。動いてる。ちょっと画面おかしいわ。またバグってるわ。もうこんな壊るまでちょっと画面見られへんわ。動いてたらええねんけど、動いてなかったらごめんね。はあ、イヤホンマイクも終わりてもたし、スマホは飛んでいくし。雨じゃなくてよかったけど、天気よかったからよかった。
あれ谷町ついちゃうかな。ってことはまだやな。また遡らなあかん。だから下んの家やったのよ、俺。下りたくないから、登りたくないから下るの家やったのに。また下らされ、登らされておけない。ごめん。重たい。あれ、登らなあかん、登りきらなあかんのかな。絶対登らなあかんのかな。それ登らんでも向こうからでも片っぽいけどいいや。ああ、しんどい。うちの会社も K2 プロダクションっていう会社の記章作ろうかな。つけてんの世の中で俺だけやけど、世の中でつけてる人俺だけ。まだ全然こんなとこやん。マジかよ。全然こんなとこやん。チャレンジャーやな、こんなとこよく渡っていきよんな。ヒュー、ヒュー、ヒュー、ヒュー。どこここ。やっとから堀通り商店街入ってんけ。これいつもあの向こう出たところがたこ焼き買うたこところです。商店街の一番。東橋やん。よし、金堀商店街抜けようか。これ抜けて商店街を右に抜けたら長堀や。遠いわ。これ着いたはええけど帰りもあんねんけど、俺配信上さ、なんかもう着いたら終わりみたいなイメージかもしれんけどさ、俺帰りもあんねんけど。てかこれ配信動いてる？コメントないからこれやり直したらいいっぽいねんけど、大丈夫かな。撮り直そうか。ここで画面がおかしいし、撮り直そうかな。撮り直そうか。閲覧も音ないし、スマホも傷だけスマホ落として傷だけなってんけ。もう人おらん。あ、ってことは見えてた？あ、まだ。あと何分この枠。画面が見れないのよ、バグってて。画面が見れないんだけど、バグっててさ。自分の枠があと何分か分からへんとかもう、無理だろ、これ。あと5分、あと5分？あれもええか、もうこのまま行こうか。5分な。ってことは今6時、何分これ？ 51 分。え、もう7時やん。マジか。もう6時56分ぐらいになって終わらんかったらもう強制終了して次枠取り直したらいいな。だってスマホ何も動かないもん、さっきから落として持てるから。嫁からもメール来とるわ。今日はチャリで行ったんやねーって。そうですよーって。怖いよ、マジか。いつものたこ屋、いつものたこ屋はここです。いつものたこ屋はここです。
疲れた。ちょっと休憩。もうちょっとで事務所。で、事務所着いたところでやねんけどな。事務所着いて何したいの？ちょ、郵便だけチェックして。上上がらんでいいよな、今日。事務所行く必要ある？玄関だけ見に行ってもいいけど。うん。ああ。しんどい。しんどいよ。ポンポンスパポン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 。すごいな、俺。あと3？家から会社までチャリで来たで。しかも途中いろんなとこ寄ってよ。いろいろこなしてきたよ、俺。すごくない？ねえ。3時間かかったけど、じゃあ4時間かかってるけど、家から会社までチャリンコで来たで。すごくない？しかも多分直線距離で多分ね、10キロぐらいだから、10キロを4時間で来たってことは、ね、時速 2.5 キロ。時速 2.5 キロって歩いた方が早ないか、歩いた方が早ないか。暇つぶしではないんだけど、一応業務もこなしつつなんだけど。パトカー来た、パトカー来た。職質されるかな俺、職質されるかな俺、職質されるかな。はい、自転車のお兄さん止まってくださいね。自転車のお兄さん止まってくださいね。止めてくれへんか、止めてくれへんか。はい、そこの自転車のお兄さん止まってくださいね。谷町6丁目長堀通り、いつもの風景、いつもの風景。悪いことはしないけどね、ほら、僕はあまりにも可愛いから保護しなあかんかなってお巡りさんも思うじゃないですか。僕ね、まあ、世界一可愛いから、うん、僕みたいに可愛い子はね、うん、保護しとかないと、ね、襲われたら大変だし、ね、変な虫ついても大変だし、僕みたいに可愛い子はね、保護しとかないと、うん、世界一可愛いから。僕ほど可愛い子おれへん。世の中に僕より可愛い子なんておれへん。僕一番可愛い。いつ僕が襲ったんすか。僕は襲う方じゃないです。いつも騙される方ですよ。騙されてね、振られて捨てられる方です。好き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 言うてくるから、そうなんかなと思った瞬間にいつも振られる方です。なんなんそれ、もじゃあ言うてくんなよみたいな。そもそも言うてくんなよならみたいな。近寄ってきといて、そうなんと思ったら振られるんです。どうせ言うねん。恋愛ゲームを俺と楽しみたいんやったら100万年早いわみたいな。まああっさりやられるけど。あっさりやられてるけど。まあでも僕の強みはね、4回結婚してるってとこが強いわ。そんな尊女そこらはね、小娘どもにね負けないですよ。でも最近さ、FC2 でよく外人の動画見て思うねんけどさ、外人のチンポすごいよなあれ。あんなでかいの入んねんで。あんなでかいチンポ突っ込まれたら、もう俺らのこしゃいチンコなんか女の子らからしたら、え、入れてるみたいな、まだみたいな思われんねやろな。なあ、あんなでかい腕ぐらいのチンコ入れられてみ。